ここんんにちはえっとセンターシーラルのビデオえっと今回はえっと緑さんとえっと2人でちょっと対話形式でえっとそれぞれで作って まあ小さいライブラリの紹介をし合おうかなみたいな感じの企画で <laughs> えと、えー、録画しています。よろしくお願いします。ちょっと, <laughs> えとカメラの調子が悪くてあの、またしても顔が出せないみたいな感じなのです、別に顔出し NG ってわけじゃないんですけど、よろしくお願いします。<laughs> で、えーと、今日は私の方が2つのライブラリ、それからみどりさんの方が1つのライブラリを、えー、と紹介と紹介 するという感じで。まあ、ああの、なんか、あの、質問がありましたら、えっ、ー、と、YouTube のコメント欄、または、なんか、えっ、ー、と、GitHub とか、あるいは、えー、Twitter の方で、あの、質問としてもらえればいいかなと思います。で、えっ、ー、と、まず、じゃあ、私の方が先に、えエポキシー、e、っていう、あの、名前のライブラリを紹介したいと思います。えっ、ー、と、 えっと、二人とも、あの、ドットネットの技術者なんで、今日は、あの、ドットネットの、あの、ライブラリの説明ってことで、よろしくお願いします。で、えっ、ー、と、今、画面に、えっと、出しているのが、えー、これ、えど、ー、緑さん見えてます見えてます。あ、見えてます。はい、ち,ょちょっと大きくした方がいいかな。もうちょっと大きくしますね。はい。で、えっ、ー、と、エポキシって、あの、接着剤の <laughs>、 <laughs> あのまあ、エポキシ樹脂とかいうあの名称でよく呼ばれてたりするんですけどまあ一応あのイメージであのエポキシと名前を付けましたと。でこのライブラリ何かというとあの m v v m を実現するために、まあ、あの煩雑なコードをあんま書きたくないよねっていうことで、まあ、そういうのをあのこうラップしたりとかあるいはその UTT クラスというか、まあ、そういうものを用意したりとかいうようなことを えっと、実現すまあ、あの、多分 MVVM に分かってる人からすると、え、また MVVM かよみたいな <laughs>、ライブラリかよとか、<laughs> あのフレームワークかよみたいに思われるかもしれないんですけどまあ実際そうなんですけど、 えっと、有名どころで言うと、あの、プリズムとかですね。まあ、あのあたり、あの、結構、あの、メジャーなライブラリですね。まあ、他にも、あの、様々に、いろいろあります。えっ、ー、と、なんだっけな、ライト MVVM とか、まあ、いろいろあります。えっ、ー、と、それらの、うちの、まあ、ま <laughs>、一つが、ま、増えたっていう感じなので、<laughs> 本当になんか今更感は、まあ、あるにあるんですけど、えっ、ー、と、今更作ったことには、ま、一つ理由があって、まあ、自分の周りでは、やっぱりなんかこういう、あの、MVVM? あのえっ、ー、と、モデルビュー、ビューモデルアーキテクチャっていうんですけど、まあ、それ、そもそもどうやってなんか実装したらいいかわからんとかいう感じでですね、その m v m って何みたいな感じなんですね。 でそのたびにですね、u v m とは一体どっから掘り下げようかみたいな感じでですね、ちょっと途方にくれたりするので、あんまなんかこう、アーキテクチャーの話し始めると抽象的になっちゃうので、なんか僕はあんまり好きじゃなくて、あのつ通じないっていう意味でね、あの、うんうん、なんかこう、いまいちだなと思ってるので、まあ、どっちかというと、こう実用、まあこういうふうになんかできて、 たらこう実用的で分かりやすいよねって切り口がないかなとずっと考えたんですね。なんでまあそういう視点でちょっとあの作ったライブラリーっていうことになります。まあ、実現しているとことはまあその既存のライブラリとかとはあまり変わりはないんですけれども、まああのこう初心者にも扱いやすいとかあの小粒であるあの小粒であるっていうこととかまあそういうところをまああの中心に据え置いて設計したという感じですね。で。 対応してるアーキテクチャが、まあ、WPF と、まあ、あ MUFM があの発達したメインの,あのアーキテクチャの WPF と、えーうん、ザマリンフォームズ、それからまあ一応 UWP と。UW がね、あんまりちょっと <laughs> 検証できてないので、まあ、ちょっと質はあんまり良くないかもしれないですけど、今のところこの3つで、あと考えてるのが、ウ、ま、ド、あ、または、えー、となんだったっけな。 えっと、<あ>アバロニアか。あのあたりをサポートできたらな、っていうふうには考えてます。まあ、あとは、あの、最近、ちょくちょくと、あの、マウイの話が出てきてるんですけど、マウイは、まだちょっと、あの、あんまり、かた、影も形もないって感じなので <laughs>、まあ、まあ、もし、あの、急激に盛り上がることがあれば、やってもいいかな、というふうには思っています。で、まあ、ちょっと、えっ、ー、と、これは何っていうことで、これ、あの、えっ、ー、と、GitHub の、えっ、ー、と、 エポキシのサイトで、まあとで YouTube にリンクは貼っておきますけれども、えっと、そこにあの一応日本語の説明と、英語とリードミと両方あるんですけど、これはまあ日本語の説明で書いてありますと。で、えっと、まあ、ドットネットのザムル環境で使えるモデルビュー、ビューモデルアーキテクチャ向けのシンプルで小さいライブラリですと。で、アーキテクチャはまあこんな感じで先ほど説明したようにサポートしていますと。で えっと、技術的なポイントとして重要視したのは、その非同期処理を安全に書くことができるように一応配慮していますと。あのー、まあ、なんか非同期処理で、あの、a c カウェイトで書くコードの話なんですけど、Twitter でもまあ、たびたび、あるいはそのブログとかでもたびたび、あのー、ちょっと、あこう、あ目が、目がって言いたくなるようなコードがいっぱいあるので、<laughs> なんかどうやったらそのこうライブラリレベルでそういう,こうコードを書きにくいあるいは書けないようにできるかみたいなことはずっと悶々と考えていてまあこのライブラリでもあのそれが成し得たとは思ってないんですけどまあ他のライブラリに比べるとこうあのまあ少しでもそう安全に書ける方に倒しているかなというふうには思っています。それから まあ、c シャー r p 8 0でされた塗る許容参照型を使いますと。まあ、これ使いますって書いてあるけど、あの特段あのすごく配慮したってわけじゃなくて、まあ、このライブラリ自体が c シャープ p 8 0であのビルドされてるんで、あのいわゆる塗る許容参照型をあの区別するための,あの暗黙に適用される属性ですね。そういうものがあのライブラリに適用されてるので、 まあ、C、C-sharp 8.0以降の,あのコンパイラーを使ってビルドしたときには、まあ、そのあたりのチェックができるようにあのしてありますよという意味です。で、まあ、理解しやすい API。まあ、理解しやすいっていうのも人それぞれですけど、まあ、一応そういうふうに考えたつもりです。で、えっ、ー、と、まあ、大げさにならない最小の手間とコストで、モデル、ビュー、モデル設計を実現しますと。で、えっ、ー、と、まあ、ポイントとして、まあ、みんな考えることは、あの、ビューのクラスにコードビハインド書きたくないよねと。 究極的にはまあそれはまあもちろんそうでまあこのライブラリもそれを目指してはいるんですけどまあそのためにあの煩雑なコードとか複雑なコードとか書くのはなんか本末転倒だよねとは思っていてなのでまあそう,いうそういう方には倒さないようにっていうことを考えています。 なんであの、このライブラリはあの大規模なプロジェクトにも使えるかなとは思っているんですけど、まあ、例えばですねあの、先ほど挙げたプリズムとか、あの辺のライブラリっていうのはもうさまざまないろんな機能をあのそうプリズムのライブラリの中でサポートしてるんですね。だから、こう必要な機能はそこには盛り込まれてるけど、こいつにはないみたいなことはいろいろもちろんあります。 なんですけど往々にしてその複雑化していくので、まあ、できればそっち方向にこう足突っ込みたくないと。だからこう考えてるのはこうホビーストが WPF とかあるいはザマリンフォームそのコードを書きたいんだけどそのためになんかこう重量級の <laughs> アーキテクチャをどうやって使うのかみたいなところから学習しなくても済むようにっていうようなことを考えてあの作ってみましたという感じですね。 で、まあ、小さいライブラリですと。で、えっ、ー、と、まあ、他の MVVM のフレームワークと組み合わせることも、あの、十分可能なようにしてあります。だから、あの、えっ、ー、と、こう、ある MVVM と別の MVVM のフレームワークを組み合わせると、ここの部分がみたいなことは、なんか、できるだけないように考えてあります。 で、まあ、サンプルコード、まあ、こんな感じで、一応今用意しているのが WPF とザマニ m フォ i n ズ Forms の2つの例で、で、あのまあ、簡単なプログラムで何をするかというと、WPF のバイクは起動するとこういうウィンドウが出て、で、一番上にボタンが1個配置されています。このボタンをクリックすると、Redit というあの海外の、えっと、掲示板があるんですけど、あそこの RAWRW というあの、えー、掲示板から、その、 投稿とそこに投稿されているあの画像をダウンロードする、えー。非同期でダウンロードしながら、えー、とここにリストボックス形式で、バーっと非同期であの追加追加っていうふうにしていくというようなあの単純なプログラムです。で、同じ、ほぼ同じことを、えー、とザマリンフォームズで実行したものがこちらです。えー、とこれはあのあの仮,想仮想環境の,その えーピクセル2だったかな。で、あの、実装したものですけど、やっぱり一番上にボタンがあるので、これをあのタップすると、そうすると、非同期で画像をダウンロードして表示すると。やってることは、まあ、同じはずですね。で、えっ、ー、と、ここ、これ、この例でも、まあ、明らかになってることなんですけれども、えっ、ー、と、基本的に、あの、ライブラリを単一化しないっていうことは、あの、念頭に置いています。どういうことかっていうと、 WPF とそのザマリンフォームズって同じあのザムルを使うんですけど、えっと、でも実際にあの使うあのクラスってあの名前空間も違うし、そこにあの配置されるそのクラスもまあ全然違うものじゃないですか。で将来 UWPF いいもそうですけどそれから将来、えっ、ーと,まあ、とかとか先上げたそのアバロニアとかそういうものをサポートするときも結局全部違うクラスになっちゃうんですよね。あのザムルは技術は XML 形式でほぼの味なんだけど、そのバインニングとか概念は一緒なんだけど、その,なんかあの内部にあるアーキテクチャとかそういうものは似て異なるものなので、なのでそこを吸収して完全に単一のものにしようっていうのは完全に諦めています。ただし、 えと使い勝手がほぼ同じようになるようにというような設計思想で作っています。なので、この2つのコードっていうのは、あと後で、えっ、ー、と、リポジトリの,そのサンプルコードをあの見てもらうと分かるんですけれども、あの、なんていうんですか、共通の、例えば、あのクラスライブラリとしてのそのアセンブリ、あのプロジェクト、共通のプロジェクトがあるってわけではなくて、<laughs> WPF は WPF、それから、えっ、ー、と、 ザマリンフォームズはザマリンフォームズで、まあ、ほぼ同じようなコードを、えー、と実装しています。で、えっ、ー、と、m v m を使いたい動機の一つに、そのビジネスロジックというか、その、例えばこれで言うと、レディットにアクセスしてダウン、あの,その、投稿をダウンロードしてくるという部分っていうのは共通、ほぼ共通だと思われるんですね。なので、 その高度なそのプロジェクトになるといかにそこの部分を単一,化で単一のコードにできるかということを考えるんですけど、えー、とそういうものを、えー、と今のところはあの本当にこ共通の単一のプロジェクトにしようっていう気は <laughs> あのないので、えー、とそれぞれに別々に実装して、えー、と実際にコードのコピーみたいなものが発生するっていうのを許容しています。でなんですけど まあ一応、近い将来は、えーと、モデルと称される部分は分離できるようにしようかなというふうには思っています。はい,っていうのがサンプルのコードですね。で、えーとまあ、ここに、えー、と最小の、えー、と手まで始めるっていうのを、サンプルの,あのコードを載せてあります。 でえー、とポイントはコメントは入れてあるんですけど、まあ、最初にそのビューモデルのクラスっていうのは、えー、とこのようにザ a m l のそのデータコンテキストの、えー、とタグのところにもう直接インスタンスを配置して、まあ、終わりというふうにします。でそれから、えー、とボタンのクリックとかは、ねまあ、よく、ね、あの例に上がるので、まあ、これはまあできて当たり前かなと思うんですけど、えー、とコマンドプロパティにその えっと、ビューモデルに用意したフェッチというプロパティをバインディングするという式を書いておくとそうすると、えっと、クリックをそれで検出できるようになります。で同じように、えっと、リストボックスに対してそのアイテムズソースでコレクションをバインディングする、えっと、後で見せるそのアイテムズというプロパティを用意しておいてそこにコレクションをあのコレクションのインスタンスを置いておくとそうするとまあバインディングされてそのコレクションに追加された、えっと、要素が えと一個一個、ここの、これですね、このイメージ、タグでもってあの羅列されるので、先ほどが画像で見たような、画像がこうダウンロードされながらそこにあの表示されていくというような、ああ一番シンプルなあの例だと思います。で、ZAML はまあこういうふうに書けばいいと。 で、まあ普通はまあこの規模だと、そのコードビハインドで、えっ、ー、とこのザムルで言うと、このメインウィンドウというクラスがあるので、そこのコードビハインドにそのクリックイベントだとか、このリストボックスにアットするコードだとかを棚 <laughs> らしく書いてしまうので <laughs>、まあそこを避けたいっていうことですよね。で、えっ、ー、とまあそれは完全に分離されたビューモデルクラスっていうふうに呼んでるんですけども、えっ、ー、とまあそういうあのビューモデルのクラスをこう えとここで定義しています。メインウィンドウビューモデル。これが先ほどのこのデータコンテキストの、えー、とタグのところに、えー、と配置されているものですね。このクラスです。で、えっ、ー、と、さっき見たそのフェッチというプロパティをここで定義しています。で、えっ、ー、と、これはあのコマンドクエスチョン、えー。クエスチョンっていうのはあのその C シャープ8.0のヌル許容参照型の許容、えーえー、される方の方ですね。っていうふうにあの定義できるんですけど。 まあそれを、えー、と定義するのに、えー、と今までその、えー、とバインダブルプロパティとか、えー、とディペンデンシープロパティとか定義したことがある方ならまあわかると思うんですけども、まあ、それとな似たような感じでこうゲットバリューとかセットバリューっていうメソッドを呼び出してそのゲッターとかセッターとかを、えー、と記述できるようにしてあります。でしかも、えー、とこのプロパティの名前は あのここに暗黙の引数が定義されてて、まあ、そこで渡るようになっているので、えー、と基本的な型であれば、このように、もう本当にリスゲットバリューと書くだけでいいとか、スセットバリュー、えっ、ー、と引数にバリューを渡すみたいな風に書くだけで、一応このフェッチについては対応できるっていう風にしています。で、あのここにまあちょっと書いたんですけど、えー、複雑な型になると、えー、とこの 暗黙にあのキャストすることができなくなるので、まあ、その場合は、このジェネリックの引数に、えー、と型定義を加えてやる必要があります。まあ、セッターの方はそれ必要ないですけどね、ゲッターだけです。なので、えーと、各手間を、まあ、できるだけ減らすっていうのは、まあ、こういうような配慮が1つあります。この、はい、複雑な型っていうのは。はい どれくらいからが複雑な方にないい質問ですね。いいですね。こういう、こういう話をしたかったですね。<laughs> <laughs> えっと、じゃあですね。えっ、ー、と、あ、じゃあ、えー、ちょっと待ってくださいね。あ、ちょっと。えー、今のところは、こうですね。で、それはどこにあるかというとですね。はい。ソースコードのエポキシの中に、えー、っと、モデルだったかな。 場所が、えー、あバリューホルダーかあの。バリューホルダーっていう構造体があります。で、えー、とこいつは何かというと、ゲットバリューしたときに、戻り値として返されるのがこのバリューホルダー型なんですね。はい、で、こいつがそのインプリシットオペレーターで <laughs> こういろんな型を定義していて、これが暗黙に対応できる型なんですよ。なるほど。 で、ブール、バイト、えー、S バイト、ショート、U ショート、イント、U イント、ロング、U ロング、フロート、ダブルキャラ、ストリング、えー、デシマル、デートタ,タイム、えー、デ,デートタ,タイムオフセット、タイムスパン、GUID、URI、えー、サイズ、ポイント、シックネス、カラー。で、えっ、ー、と、ここまでは、えっ、ー、と、3つのアーキテクター共通で、 あの共通といってもこれらの、えー、と名前空間は微妙に違ったりしますけど、<laughs> <laughs> 一応あの型,と型名としては共通で、えー、WPF の場合はその他にベクターとかペンとかですね、それからブラシ、レクト、マトリックス、ビジビリティについては UWP も共通 <laughs> で。あとフォームズには、えー、とフォントアトリビューツ、それから、えー、と3つ共通でその他にイメージソースとかコマンド、えー、それからプパ,パイルっていうのはあのこの あのエポキシが持っているクラスなんですけど、まあ、ファイル、まあ、これらが、えー、とこう暗黙に自動的に変換できる型になります。だから、これ以外の方については、えーと、手で書いてやる必要があります <laughs>、うん。っていうようなのが、今の質問に対する答えで、えー、と分かりやすいのは、えーと、このオブザーバブルコレクションみたいに、あのジェネリック型の場合はあの、もう問答無用で書かざるを得ないです。 うんうん、まあこれはあの C シャープの制約で、まあ、そうなってるのでしょうがないですね。っていう感じです。なるほどですね、はい。まあセットバリューの方はあの型推論であの自動的に補われるので、えー、とセットバリューはあの何も書く必要はないです。はい。はい。じゃあ次、えー、っとですね。 まあ、こんな風にプロパティを定義しておいて、まあ、最初インスタスないので、えっ、ー、と、コンストラクタでそのインスタスを入れておきますと。で、アイテムズには、えっ、ー、と、オブザーバブルコレクションのアイテム、えー、ビューモデルを入れておく。それから、えっ、ー、と、フェッチの方は、このフェッチって、あの、さっきの、えっ、ー、と、ザブルで言うと、ボタンのコマンドにバインディングされてるんですね。これなんですけど、えっ、ー、と、ここの部分、 にバインディングされてて、ボタンをクリックすると、そうすると、えっと、そのイベントがこのコマンドオブジェクトに対して、えっと、発行されてくるので、そのハンドラーを、まあ、こんな感じで、えっと、デリゲートとして、まあ、ラムダ式で書くことができますよと。で、まあ、ポイントとしては、そこに、えっとえー、AsyncAwait を使うことができる,できるようになっているので、えっと、Async で受けておいて、で中のコードは えっと、アウェイトで普通に、あの、非同期処理を書いてやればいいという感じですね。で、えっ、ー、と、ここで、まあ、あのー、後で説明しますけど、コンフィギュアウェイ t とかで、あのー、そのスレッドというか、タスクのコンテキストを切り離してなければ、引き続き、ここでも UI スレッドはバインドされてるはずなので、えっ、ー、と、アイテムズをクリアして、あの、先ほどの、こうですね、オブザーバブルコレクションのアイテムズをクリアして、得られた記事、 をぐるぐる回しながらそのアイテムに一、えー、個一個のイメージをダウンロードしながらアットしていくみたいな感じのコードをあの書くことができるという感じですね。うん、なので、えーと、いくつかアプリケーションを作ってみたんですけど、えーとまあ、大体パターンとしては、えー、プロパティをこうやってガーッと定義しといて、コンストラクタでそれ,それへのインスタンスをこうもうひたすら突っ込んでいく。で えっと、反応できるコマンドについては、もうそこにハンドラーで、具体的な処理をここに、あの、ちゃっちゃと書いていくというような流れになるかなというふうに思っています。うん、まあ、あの、基本的にはこんだけですね。これまあ、これでだいたい書けますと。で えっと今説明した範囲は、そのビューモデルとそのビューの,そのバインディングをまあいかに簡単にするかっていうのを、そのビューモデルっていうクラスから継承してあの書くことによって簡単に書けるようになりますよという話で、ほ、まあ、他にもあのこう有用な機能がいくつかありえそうだなと、あの直行的にあの使える有用な機能はあり,ありそうだなと思って、いくつか追加してるものがありますと。 で、えっと、ちょっと、ね、まだトゥードゥで書ききれてないんですけど、チ <laughs> ルドレンバリンダっていうのは、あの、簡単に言うと、あの、えっと、ザムル側で、個要素があるようなものに対して、一つ一つのそのエレメントの操作をコレクションとして操作できるようにするっていうものですよね。ソーースコードは一応あの エグザンプルはあるので、まあ、リンクをちょっとあの参考にしてもらいたいというのと、それから、まあ、アンカーファイルの方が多分、うん、これがあるとっていうのは思うかもしれないですね。えっ、ー、と、これは、あのー、簡単に言うと、えっ、ー、と、さっきのあのボタンのイベントとは逆の方向と言ったらいいのかな。なんか、あの、普通 UI を まあ、例えばなんかテキストボックスとか配置して、で、そのテキストボックスなんか操作したいときに、えっと、MVVM で、そのビューとビューモデルのクラスが分かれていると、そうするとちょっと遠いんですよ。で、あの、テキストボックスのなんかのメソッド呼びたいとか、なんか細かい操作をしたいっていうことが、まあ、時々起きますと。 でまあ、そういう場合にそのビュード・ビューモデルがこう分かれていると、まあ、直接参照するのに結構手間だったりするわけですよね。うん、でそれをその、まあ、アンカーとパイルって呼んでるんですけど、えっと、アンカーを MVV じゃないあのザムルの方それからパイルをそのビューモデルの方に実装してでそいつがバインディングで結合されるとそうすると使いたい時に、えっと、そのパイルを介して、えっと、間接的にその 実際のコントロールを、えー、と触ることができるというものですね。まあ、ちょっと口で言っててもあれなんで、サンプルを見た方が早くて、えー、と例えばボタンがザムルに配置されていると。で、えーと、ある時点になったらボタンをこういろいろごにょごにょしたいっていうようなことが起きる場合に、えー、とこの、えー、とボタンを参照、間接参照できるように、このファイルクリエイトっていうので、ファイルというのを作ってプロパティに置いときます。で、これは、 ザムル側では、えー、とこのファイルを、えー、とアンカーというものにバインディングするコードを書いておきます。で、それでしばらくして実際にボタンを操作したいってなった時、えー、ときに、こんな感じでファイルを経由して、えー、とラムダ式で実際の,その操作するコードを書くっていうことができるようになります。で、エグゼキュートエイシンクでこの場合だと,、えー、と引数にそのボタンの参照が この,この時にやってくるんですね。あの、ビューモデル側にボタンの参照をほじるんではなくて、間接的に、えー、と実行するときだけボタンの参照を曲がりする、レンタルするって言ってるんですけど、曲がりします。で、で、まあ、例えばこれ、あの、ちょっと、まあ、かなりいい加減な例ですけど、なんか、サーバーからなんか、こう、色の情報を。 あの取得するみたいな感じでしとあの、これもちろん非同期で取得するみたいな感じで取得しといて、で、ボタンのその色,色に反映させるみたいなコードをこんな感じで書くと。で、こうしとくと、えっ、ー、と、このボタンの、ボタンへの参照というのは一時的に曲がりするので、えっ、ー、と、このメソッドというか、このラムダ式を抜けたときにはもうボタンの,あのインスタンスには触れなくなるんですよね。で、そうすることによって、あのもしかしたら、その、 えとどうにかして、そのビューモデル側で、そのボタンのインスタンスを取得して、えっ、ー、と、プライベートの,あのメンバーに、フィールドに保存してるっていうコードを書いたことがある人がいるかもしれないですけど、それするとメモリーリークするかもしれないんですよ、うん、えと参照を持ってると。じゃあ、メモリーリークしないように、ウィークリファレンスでほじってとか言うと、途端に面倒なコードに <laughs> 行くじゃないですか。 なので、そういうようなことを、えっ、ー、と、裏側に隠蔽して、あの、まあ、うまいこと、その、バインディングっていうことで、えっ、ー、とけ、バインディングが有効な時だけ機能するように、えっ、ー、と、隠蔽化したものが、このアンカーパイルっていうのですね。っていうようなことで、まあ、なんかもっと抽象化を進めると、例えばなんか、えっ、ー、と、コントロールをもっと、なんて言ったらいいのかな、えっ、ー、と、なんとかボタンみたいな感じで、えっ、ー、と、オレオレボタンみたいなものを作り <laughs>、 そこにあのこう安全にバインディングできるさまざまなディペンデンシープロパティとかを定義してっていうふうに本格的にやることはまあベストだとは思うんですけどまあそれやるの結構大変なので<笑><笑>まあこういうふうにじゃあ一時的に曲がりできれば安全にあの操作できるんだったらまあこれでお茶を濁すっていうコードを書いてもまあいいんじゃないかなというふうに許容す,するっていう方針で使えるのがまあこのアンカーファイルっていうやつですね。うん アンカー側の、ザ、まあ、ブル側っていうのはどういうふうな実装にえっとですね、<る>えっとここにあの実際のそのエザンプルで書いてるコードがあるんですけど、うん、まあ、これですね。こういう感じで、えっとまあ、エ,エポキシーは、ま、名前空間は今ここで定義してるんですけど、まあ、それにアンカーっていうあの型があるので、うん、それの、えっと、アンカーパイルイコール、えー、バインニングで、そのさっきの、えっと、パイル。 をバインニングしてやるというふうにしておくと、うん、このボタンクラスのインスタンスを間接的に参照可能になるっていう感じですね。なるほどですね、はい。という感じです。で、まあ,あと,、えっと、他にもコンバータ、ーコンバーターを、まあ、ーー書きやすくするための規定クラスの定義とかあって、ちょっとまだそこ、ドキュメントにあ <laughs> げてないんですけど、そういうものがあったりします。あと、UI スレッドっていうクラスがあって、 で、これはあの、えっと、3つの環境、WPF とそれから UWP とサマニンフォームズの3つについて、その UI スレッドをえっと操作できるための,あのきょ共通の名前のクラスですね。でえっと、どの環境でも、例えば UI スレッドイズバウンドってやると、今現在 UI スレッドかどうかを確認できるし、それからまあ例えばえっとここでここで 上げてるように何らかの非同期操作をするときにあのよくあるそのコンフィギュアウェイトフォルスで、えー、と現在のスレッドを切り離すっていう操作をするとここ以降はワーカースレッドで実行されるんですね。まあ、この例えばこの例で言うとコンソールライトラインがワーカースレッドで実行される。そうするとこの後 UI スレッドに戻す操作っていうのがまた なんか、プラットフォーム依存だったりとか、煩雑なコードを書かなきゃいけないとかいうようなことになるので、まあ、それはあの一発で、その UI スレッドバインドっていうメソッドを呼び出したものをアウェイトすることで、えっ、ー、と、UI スレッドに戻すことができます。なので、この後、えっ、ー、と、例えば、この DISLOG っていうのは、バインディングされてるテキストブロックのプロ、テキストプロパティにバインディングされてるみたいな感じのものだとすると、安全にその UI の操作ができるようになるというような感じで使えるってことですね。 使ってください <laughs> <laughs>、まあ。というわけでちょっとねまだあのバージョンは0.7で、えー、とさっきプッシュしたんですけど <laughs> 0.7 <laughs>、うん。でもうちょっともうちょい小粒であの直行的に扱えるクラスを追加したいと思って。 っているその直行的にって言ってるのはさっき言ってたその別例えば別の MVM のそのフレームワークとかとその共存できるというかそ,、まあ、そういう意味であのつまみ食いできるとかそういうような意味であの直行って言葉を使ってるんですけど直行可能なそういう設計のそのクラスでもうちょっと追加したいものが23あるのでまあそういうものを追加してなんかあのまああるいは,あはま,まあそれを追加してなおかつ そのアバロニアか、あの、うのか、あの辺りのプラットフォームに対応したら、まあ、1.0にしてもいいかなっていうような感じで、えー、と考えていますと,、うん、えと。ちなみに、ここではあんまり詳しくは述べれないですけども、えっ、ー、と、少なくとも1件のしお仕事コードで使っています。へ、えー、はいじゃもう実践、実践投入済みのライブやりまあそうですね。<laughs> いや、一応、あの、アパッチ V2。 なので、えっ、ー、と、ライセンスは、まあ、いいよりかなとは思っています。なんか、あの、僕も昔、昔というか、作ろうと思った時期がありまして、<laughs> みんな、みんな、そう、みんな、んなを作ろうと思うんですよ。<laughs> あの、プリズムがあまりにもでかすぎるそう、そう、本当それ。<laughs> オイラープレートをとりあえず消したいだけなのに、あんなでかいのいらないよっていうところで考えてたんですけど。 本当にねそうなんですよだから僕もあの大体なんかこうまあ僕の場合フリーランスなんであの <laughs> あの人と,とこ人ととこではそのなんていうんですかその例えば WPF の仕事とかみっちりやるんですけど一旦そこから離れるとしばらく触る機会がないとか、はい、往々にしてあるんですよ。そうすると、はい なんか、ああ WPF 前やったことあるからって言って、またやれ始めようとすると、<laughs> プリズムどうだっけか、<laughs> そういうふうになるので、なんかね、もう,そう、そうなんか、もうイラ,イライライラしてたんですよ、そこの部分。まあ、なんとかしたいな、みたいな感じで。はい、まあ、唯一、あのそういう意味で言うと、あのリアクティブプロパティは、あのー い出があるというかあの、うん、あんまりこう依存性がなく、あの、大きくないライブラリで、あの、結構使えるかなと思ってて、まあ、もちろん、あの、このエポキシでも併用してもらうことには全く問題ないとは思っているんですけど、リアクティブプロ,プロパティはね、基本的に、あの、リアクティブエクステンションを、こう、こう、縦横無尽に使えるようになって初めて美味しい感じなので <laughs>、そこもそこそこで、なんかち、ちょっと、 としたこと書きたいのになっていうのもちょっと思ってたところであれはなんかどちらかというと、まあ、プリズムとは別方向に学習コストが高いと思っているんで、うんうん、そう,そう,そうで使う分、まあ、個人とか一、まあ、人二人ぐらいで使う分にはいいんですけど、ええうん、チームを組んでってなるとチーム全員が理解しないと苦しくなる可能性もあんですよね。<laughs> まあ、あとは何かこのライブラリでその焦点を当てたその m v m 初心者っていうような人から見ると、うん、あれじゃないですかまず何か m v, v m で検索すると絶対 MVVM とはみたいになるじゃないですか。<laughs> なりますねそう。で、で、じゃあそれ、じゃあ仮に理解したとして、で、で、次にやってくるのは、じゃあリアクティブエクステンションズとは何かみたいな話になってさ、<laughs> ちょっとかわいそすぎるでしょ、それはって思うんですよ。なのでね、なんか、あの、僕がなんか、あの、今でもこう、Windows フォームズを使い続けてる人っていうのは割とちょくちょく見るんですけど、 ね、やっぱりね、ちょっと敷居が高いと思うんですよ。そのザムルベースの,そのアーキテクチャの、その、あと様々な WPF もそうですし、なんか他の環境もそうですけど、ちょっとね、うん、あの敷居が高いあの、理解しがたい、その Windows フォームズを今大使ってる人たちから見ると。 なので、うん、なんかそういう人たちもできるだけそのなんかこう MVM とはみたいに差しに行くみたいなのはもう本当不毛などでやめた方がいいと思っているので、<laughs> なんかそうじゃなくって、でもなんかこう例えば WPF とかそのモダンな環境っていうのは、まあ、あの便利な部分が多いよっていうのを見せれたらいいよなって思って作っているっていうのもあのこれのその開発の動機の一つですね。はい、なんか 当時作ろうと思ってたときに、なんか一番 WinForms から WPF に移行する上で、僕個人がめんどくせえなって思ったのが、イベントハンドラーの部分あれをなんかうまいこと隠蔽して、バインディングでやろうとすると、無駄なコードが増えていく。そうですね そうさっき言った、そのなんか1.0に向けてやりたいことの一つはそれで、あの、はい、えっと、ザブルでというか WPF で言うと、じあの、定石なのは、あの、インタラクションビヘイビア扱う方法が、うん、あの、定石じゃないですか。はい、で、あれ、長らくそのブレンドの SDK から外出しされなかったっていうのも問題だったし、まあ今あ、はい、あの、あの、ヌゲットのパッケージで導入できるようになったんで、まあちょっとそこ緩いんですけど、 今それやられても、もうなんか次、あれじゃないですか、そのマルチプラットフォームのためのザムルの環境として何がベストかみたいな話をしてるときに WPF 専用かみたいな。<laughs> <laughs> そう、それもあるので、そのまさになんか今緑さんが言われてたように、その、えっと、イベントハンドラーをなんかこうこ、う あの助けてやるだけでもうだいぶ違うと思ってるので、もういっそのことなんかあのインタラクションビヘイビアもなんか汎用、ものすごく汎用的に作られてるやつをもうイベント専用で一個なんか押さえた方がいいんじゃないかなとちょっと思っていて、多分ね、それはなんかエポキシンもあの盛り込もうかなとは思ってるんですよね。もう本当にかもう複雑なこと考えずに、イベント名とそのバインディング式だけかけて、それでバインディング、コマンドがバインディングできるってもうそんだけでいいと思うんですよ。 なので、なんかそれはね、ちょっとや,やろうかなと思ってます。<や>うん、ぜひ、ぜひやっていただきたい。はい、<laughs> あの当時、僕もそれやろうとして <laughs> そ<う>もう、いやちょっと僕のやる気が出なかったっていう <laughs> あの。あれなんですよ、こう意識の戦いで、あのはい、な,なんか書き始めると、 いやでもこんなん書いてもなんかプリズムあるって言われそうだしみたいに思っちゃう, <laughs> <laughs> そう,うだからそれをそれにいかに負けずに書くかみたいなまさに何か僕はまあちょっと次お話しさせていただくとき、はい、そうになりますけどそうそう,そう,もう終わるパままさにそうですよねわ <laughs> <laughs> かるわかる <laughs> でも<う>今の説明をこう受けてると、うん まあ、プリズムよりかはなんか、フポキシーの方が僕的には、まあ、小さいライブラリー好きっていうのもありますけど、うん、取り回しやすくていいんじゃないかなっていうふうにいうあに。はい、できるだけね、暗黙に何かして解決してあげるとか、そういうことしないようにと思ってるんですよね、はいうん。それのなんかお化けみたいなやつじゃないですか、そういう既存のなんかフレームワークって。だ、うんね、から僕、フレームワークって嫌いなんだけど、はい、なんか、その、こう、 多分世の中にはその複雑なものを見せなければスムーズにいくと思っている人たちがいて <laughs> それダメダメだと思ってるんですよ。複雑でないように元から複雑じゃないようにシンプルにしないとダメだと思っててなんでなんこいつももうできるだけなんかちょっと複雑なコードを書きたくなってきた、まあ、ちょっとこれは多分ダメなんだろうなと思ってやめたりとかいうようなものはもうあのこの。 エポキシを書いてる間にも10回ぐらいあったし、はい、あとなんかエポキシもね実はなんかこれの前にそのなんかまだ結局誰にも誰かに公開するってことあんまり考えてないレベルのあのエポキシのあの全世代みたいなものもあって、はい、でそ,そこでもねやっぱりねあーちょっとやりすぎたなみたいなところとか反省点とかあってそ,、まあ、そういうのを一応盛り込んでる盛り込んでというよりややらないようにしてる <laughs> っていうな。なるほどうん いうふうにしてるので、うん、まあ、あの、取り回しがいいっていうのはまさにそうですよね。あの、一言で言うとそれかな。うん。なんか取り回しのいいライブラインにしたいなというふうには思ってます。うん、なんで、に特にあの、検証コードとしては WPF が一番検証されているので、WPF はまあ、まあ割と安全に扱えるかな。なんか、ザマニフォームズはまだちょっとあんまり使い込んでないから、あれで。 UWP は、ね、もしかするとオミットしてしまうかもしれない <laughs>。もう自分で書く機会全くないし、なんかこれビルドするのを GitHub アクションズでビルドしたいと思っていて、今やってないんですけど、なんでそうすると UWP でまともにビルドできるのとか <laughs>、ちょっとわかんないことが多すぎるので、もしかしたら UWP はもうサポート諦めてしまうかもしれないです。UWP? まあちょっと話それますけど、はい、UWP の今後はどうなるんですかねいやー<の>も誰も使ってないんじゃないですかそうそう,そう、わかんないですよね。あの、まずなんか、その、開発環境としても問題があるかなと思ってるし、そ、うん、のさっき言った、その、なんていうか、取り回しの悪さ。 うん、学源化したという、<laughs> まあなんかあんまり言い過ぎるとあれだけど、言 <laughs> <laughs> のもあるし、それからあの、僕知らなかったんですけど、あの、この、あの、ザマニフォーズのサンプル書かなきゃと思って、この2、3日書いってて、で、今げてあげたんだけど、そのザマニフォーズで UWP に対応してるんですね。で、<laughs> まあもちろん、あの細かい操作とか、そういうのをい、うん、言い始めたら UWP ネイティブで書いたほうがいいって話なのかもしれないけど、はい、うんもうなんか、ザマリンフォーズで書けるなら、まあ、いい、いいかもと <laughs> 思い始めてることとか、<laughs> まあ,あとは、そのさっき言った、あのー、そのアバロニアとか、ウノとか、あっちの方をやった方がもっと健全かなっていう気もするし、うん、まあ、ちょっとマウイも、あのー、 こう影も形もないというのは言い過ぎだけど、まあ、ちょっとどうなるかまだあの今の時点でははっきりこの撮影時点ではまだはっきりしてないのでまあそういうことを考えると、まあ、UWP 今更なあって頑張ってやっても使う人いるやろかみたいなこと,とか。 <laughs> あるので、まあ、ちょっとあの割と割冷めてますだから、もしなんか UWP を俺はバリバリ使っていて、このエポキシなんかすげえいいから <laughs> UWP のサポート落とさないでくれって人は、あのぜひイシューとかあのプルリコ投げてもらえれば、たぶん僕は意欲が増すと思うので <laughs>、<laughs> <laughs> ぜひそうしてくださいっていう感じですね。まあなんか正直 UWP 使うモチベーションって、うん、まあ。 Windows ランタイムをまあ便利に使いたいとか、あの辺だと思うんですけど、まあ正直 WPF とか WinForms からなんちゃって UWP アプリケーション作れたりするじゃないですか。去年、おととし、まあ、某大阪の PC, はい、はい、PC メーカーじゃないけど、はいはい、メーカーで、まあ、SES 入ってた時に、ちょっと小耳に挟んだ話として、はいはい まあ普通に C シャープから、ドットネットから Windows ランタイム使えると思うんですけど、はい、一部あの、アプリケーション ID がないと使えない API が、ありますね話だったと思うんですけど、あれもなんか、WPF とか WinForms にアプリケーション ID 割り振って使えるようにするとかしないとかっていう話があったりなかったりするみたいだったんで、ああそう,そうそんなった瞬間、もはやもう UWP いらないんじゃないかっていう<ー>。<laughs> そうなってしまったらとかっていうのは個人的には思いましたけど、ね、去年の中あたりになんかその、はい、UWP をどうすべきかみたいな話がその去年の春先のそのなんだっけマウイを発表したあたりだったかなあの頃にまあそんな話も出ていて、はいはい、で UWP って結局そのなんていうのそのザムルの焼き直された部分とは別に その今後の Windows の, Wind の API を UWP の,の API 上に載せていくみたいなことを本格的にやるってことになってたんですよね。うん、で、まあ、その理由が Windows の,の,の, Wind の API サポートするのはいいけど結局それが UWP 上でしか使えないっていう話になったら困るみたいな声は結構多くて、はいうん、なのでなんかあれは分離しなきゃいけないだろうって言って確かなんかやり始めたような気がするんですよ。 あの頃すごい本当にカオスでその <laughs> 将来どうするのかみたいなまあ今でもカオスだけどそのマウイのチームはそのマルチプラットフォームでその UI 実現するみたいなのがあってその一方でその今言った UWP をどうすべきかみたいなのは WinUI って呼ばれてる API とそれからその Windows のいわゆるその、えー、とモダンな API セット っていう風に分離しなきゃいけないみたいな感じで作業してる人たちとの話とかもあってまあでももともと一体として設計されちゃってるからその今言ってたようなアプリケーション ID ないと使えないじゃんみたいなものとかあったりするのでまあそういうところの整理とか結構大変なんじゃないかなっていう気はしますよね。 まあマイクロソフトね、ちょっと保守寄りなんであの、一度リリースしたものはあんまり覆さないっていうのはあるので、うん、まあそういうのが足引っ張って、結構苦しいことになってんじゃないかなみたいな、C シャープみたいに。まあそれそれ、それでわかるけどねあの、実際のお金に直結する部分があるからっていうのはわかるけど、うん、まあでもちょっと。 どうなのってでもまあ3度目の焼き直しを今から一から積きするのも,もう無理だろうから <laughs> もう突き進むしかないんだろうなって <laughs> ちょっと思ったりとかね。なんか大変そうだなっていう,う。わ<じ>そんな感じですね。 ね、じゃあ、えっと、ちょっと、えっと、エポキシについては、まあ、あの、紹介は以上で、えっと、まとめますけども、まあ、MVVM をできるだけ、そのシンプルな、えっと、API セットで実現すると。うん、で、まあ、できるだけ、その、なんか、初心者がひあの、こう、陥りやすい部分をリカバリーできたらいいかなっていう感じで設計しましたと。で、えっと、今のところサポートしてるのは WPF と、ザマ i n フォームズと UWP ですと。 でえー、と非同期処理を、えー、と非同期処理で書くことがメインになってます。っていうようにあのしてみます。今まだ残骸が残ってるんですけどあの、基本的にはバリュータスクを返すみたいな風にほとんどなっていて、なので、あのあのえー、となんだっけな進行ーバーエイシングかなっていうようなコードを誤、まあ、って書いてしまったりとかいうようなことをもうできるだけなくしたいというような感じで。<laughs> あの API を設計しています。はい、というわけで、ま,あ、なんかまだちょっと今、正式リリースではないので、まあ、興味を持たれた方はまあ是非なんか、ぜひ使ってみて、この辺がとか、あるいはなんかあのここ間違ってるからとかいうのは、プルリークとか大歓迎なんで、あのよろしくお願いします。えっ、ー、と、アドレスはちょっと拡大して見えないですけど、えー、GitHub.com の結局エポキシー。 の下です。まあ、後でリンクはあの、はい、貼っておきますので、よろしくお願いします。じゃあ、えっ、ー、と、ちょっと、えっ、ー、と、最初のエポキシで結構長くなりましたけども、じゃあ、次は、ええー、みどりさんの、えっ、ー、と、マッピーの方を、えっ、ー、と、お願いします。